まあ、オールナイトから1回目、2019年、まあまあオールナイトを除けば1回目収録ですけど、鈴木がいねえんすけど。あれ、どこ行ったんすか。彼は鈴木2週間寝込んでたらしいっす。あ、そうなんすか。鈴木あれじゃないの、悪口言われすぎて悪口言われすぎて体悪くなっちゃったじゃないの。おはようございます。なんか具合悪っていう噂なんすけど、大丈夫ですか。インフルエンザじゃないですか。本日は、初めてですかね、名古屋に向かいたいと思っております、まあ、久しぶりの東海のね、会なので、まあ、道中も長くなりますけど、はい、まあまあいろいろなんかやることがあったらやったり、美味しいもの食べたりしたいと思いますので、はい、皆さん張り切ってレッツゴー。はい、いつも通りで、いつも通り。結構ね、体調崩した方、はい、多かったですね、うん、翔太くんは。僕なんかそのご飯の食べ過ぎで絶対風邪ひかないでしょ。いや、体すこぶり弱いんですよ。え、弱いの。そうですね、翔太くんは体めっちゃ弱いです。アレルギー持ってるし、アレルギー体質だし。え、僕は崩して、マリブさんも崩して、今朝、うん、は超健康。超健康。じゃあ皆さん体調崩されたりいろいろしてたということで、はい、ただまあいいニュースもあって。お、どう、な、え、なんすか。ちょっと生まれて初めてじゃないの。いや、違いますよ。実はフォロワー1万人突破しました。おお、ついに。そんなありましたね。確かに完全に忘れてた。ショーのことを忘れてたもん、基本的に。なんでよ、うん、お肉食べたい。あれ、そうだ、お肉食べれるんだっけ。お肉食べれると言いましたよ。あれ、あ、そう、そうです、そうです。一応その約束しちゃったんで食べた方が良くないですか。まあ確かに約束です。あ、まあ、一応しちゃったし、うん、あ、じゃあ、じゃあ別にあのカメラのないところで。今日じゃなくてもいい。あ、今日じゃなくてもいい。ないところで。カメラのないところで。ただの美味しい、ただの美味しい。個人的に2人で行っていただければ。マジなんか切なくないそれ。おめでとうって、もうそこだけ。もうね、シャープ26が廃止されて、うん、はい、あのすごい勢いでね、視聴していただいて、マリブ鈴木視聴禁止ね、あれハイセンスでしたけど。見たんですか。全然見る気なかったんですけど、すごいよって言われて、その悪口のとこだけ見ました。おお、見ちゃったんですね。見ましたよ。あのね、ずるい、ずるい、ずるいよお前ら。特にお前だよ。そうね、お前、そうね。俺は言ってないこといっぱいあんだよ。悪いように使うのよ、もう。やめて、いろんな裏話があるじゃんって。まあでもあれはみんなでね、悪口言おうって言って乗ったんで、いや、これはもうしっかり言おうと、はい、最近では一番こう伸びたというか、伸びるスピードが速かったことを考えると、で、あとそのグアムとか沖縄の会があんま伸びなかった、うん、ってことを考えると、視聴者の人たち、僕たちが楽しんでるとこ見たくないんじゃないかなと思って。その貧乏旅の方が楽しいのかな。いや、最初にね、馬肉座集めるときに私はもう掲げてた、もう皆さん忘れてると思いますが、私はもうクズでも夢をつかめる、クズでもこんな楽しく生きれるっていうのを見せるという、うん、そのクズを構成させる番組ではないと。クズでもこんなに夢があるんだよっていうのを伝えていく番組を作りたいというのを最初に言ってるんですよ、うん、だから私はこういうちょっとアッパー系なやつにしてたわけです。ただ皆さんがそんなね、地獄のような旅がいいって言ったら、僕はもうあの得意技ではありますけど、だからアッパー的なものを目指していく中に地獄が起きるから面白いのかもしれない、うん、ちょっと野草とか取って食べることになるんだけど、蛇殺して食うとか、うん、そういうのなんかじゃなくてめっちゃ言われそうじゃないですか。結構めっちゃ言われたいけど、そこまでやると。いや、多分今のバランスがいいっすよ。今のバランス、今のでいいの。結果お前らただ嫌なだけじゃないか。このままでいいんですか、バリクズは。いいんですか。私は無理やり心を鬼にして、また鬼と貸さなくていいんですか。私は
いろいろ考えていきましょう、一緒に。先延ばし。先、とりあえず、今日は楽しくていいの？やっぱり久々というか、ね。なかなか会えなかったじゃないですか。そう。俺、新年会いなかったし。みんなそんな仲良しなの？なかなか会えなかったじゃん。なんかだって、今日の集合前の喋りもさ、すげえ楽しかったじゃん。なんだったら、マリブ来る前、あれですよ、もうもうショーとケンのね、悪口止まんなかったですから、悪口路上してましたから、今日。そうでしたっけ？車で、うん。あ、やばい、あ、言っちゃいけなかった。俺のこと？俺のこと？危ない、言っちゃいけなかったのか。俺のこと？翔太くん。はい。起きたことそのまんま俺に伝えてくれよ。いや、翔太くんはね、記憶がないの。翔太くんもう記憶がない。記憶どうした？翔太くん覚えてない。翔太くん。翔太くん覚えてない。そんなこと言ってましたっけ？いや、最近もね、翔太くん結構やばいのよ。そのピアノなんだよ。だって僕はやっぱ翔太くんとね、一緒にいるタイミングが多いわけですよ、はい、すごく寒いとこ行ってね、すごく寒いのはすごく強いんだけど、その後はもう寒いから、もうじゃあ温泉入ろうよと。硫黄の匂いがするね、もう肌ツルツルになるいい温泉ですよ。そういうとこね、入ったらね、もう入った瞬間からもうずっとね、もうなんつうの、苦い顔。え、なんでこんな気持ちいいとこで。確かに。何その顔すら空気壊すような、うん、僕、温泉ダメなんですよ。しみるっす。しみる。肌が荒れてるんで、そこにもうなんていうんですか、塩塗ってるみたいな感覚になるんですよ。そうで、ずっと入りながら、うわもう何個塗りたい、何個塗りたいって。もう何個塗らないと無理っすわっ。めちゃくちゃ旅に向いてない体してるよね。温泉好きだと思ってたんです。うん、思ってたって。温泉好きだと思ってたら、うん、ガチモンの温泉に入った時にそうなると思ってなくて、うん、今までどんな温泉に入って生きてきたんだよ。え、なんかその普通の透明のやつ。透明のやつ、それ湯でしょ、ただの。あ、湯なの。それ温泉と言われてただのお湯じゃないの、それ。大きいお風呂温泉って思ってない？温泉。お前が言ったんだよ。温泉って。なんで聞き返した？なんで聞き返した？前から始まったんだよ、それ。記憶ない。いや、その温泉ですね。温泉って言ってんじゃねえか。だからその、いや、温泉って大丈夫ですか？本当に人かって。ホモサピエンスですか、あなたは。俺も言ったらよ、もう限りなく、こう、人間のね、成長過程に近い人間なんだな、そしたんだよ。これだもんね。いや、そうですね。ちょっとね、筋肉に寄りすぎてるよ、振り分けが。やばい。浜名湖の方に来たんすけど、観覧車がある。あ、また市川くん、やろうよ。いやぶっちゃけ、ぶっちゃけの観覧車は想定外です。すっげえ綺麗だね。空とも違う。ここあるところだよ。エメラルドグリーン的なんだよ。波がですね、22、上が3000円、極上が4000円、3度という凄まじいやつが、ビルフィーユが5000円。正直いくらだっけ？1万円です。超えてんじゃねえか。バースト。まあいいや、食べましょう。美味しく食べましょう。はい、せっかくなんでも。ごちそうさまです。何本当に答えちゃってんだよ。だって俺、一人でおるので。本当はね。俺とかマリブみたいなもん負けちゃうから、やっぱ翔くんたち勝っちゃうもん、やっぱいいの。あー、観覧車乗りてスターだもん、スターだもん。早速、うなぎのが。え、美味しそう。いやいや、美味しそうですね。上2、ほん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 、屋上2、肝焼き1、肝焼きです。まあ、美味しそうではある。どれにありつけるか、今から決めようじゃないですか。そうですね。マジ？そういうことです。まだ戦い、その先の辛いわ、この二人は。そうです、もうそれは決定なんですけど、これでもいいって。伊勢の、そうですね。それで抜けた人から順に選んでいく。そう抜けた人から選んでいく方が、はい、多分盛り上がるから。伊勢の線に、おまっ、いきなり屋上は、すみません。あ、そうだね。まあね、伊勢の線に、うっ、伊勢さん、何やって。いや、それはそうなりますよ。伊勢の1、オッケー。バカじゃん。だっ
バカなんちゃら君たち。やっぱり上にするわ。ここのサドンデス買った方は極上にしよう。なるほど。天国が地獄。そうするじゃない。じゃあ俺これでいいわ。そのこれでいい。一生の一。弱っ弱っ弱っ。なんで俺聞いたの。いきます。あさあ勝者へのご褒美はこちら。なんか上でもやらしい。いや美味しい。やばいっすよ。下がご飯で上が別。おお。しかもタレめっちゃ分厚さが違う。すごいすごいすごい。半端ないね。ゴチになります。はい、いきます。意外と好きになるかもね。絶対うまい。絶対うまい。絶対うまい。めっちゃ美味しいよ。いただきます。苦しゅうない。ひたひたじゃん。やっぱね、浜名湖のは違うって。タレかけて食いたいの。浜名湖のは違う。どうすればいいですか、ね、逆にも9000円ずつぐらい、はい、大丈夫ですか。領収書もらってもらう。顔がやばいけど。領収書もらってみな、はい、領収書ください。あんなに下唇出てたっけあの人、はい、すげえ出てる。あんな子さん。ごちそうさまでした。お前は払え。ごちそうさまでした。カンラシャ、カンラシャ行きましょう。カンラシャ行きましょう。カンラシャ案件だよ。カンラシャ。めっちゃ腹立つよ。ほら、浜名湖のレジャー施設。でけえ。立つ時にはですね、このフレームのところに使わせていただいて、棒だとね、もうダメですか。あの、鍵取れた時に屋根をしてきちゃいけないんで、危ない危ない。ここは気をつけてください。じゃ、執行します。イエーイ。すげー、すげー、すげー。あー、いい。あー、早い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 。怖い怖い怖い。うわー、早い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 。並べになってるって。危ない危ない。落ちんだよマジで。落ちんだよ。おおやべえ。やばい。やばい。やばい。ナイスパフォーマンス。今真横になってたよね。多分船がやばい。マジでこうなってます。なんでだなってた。あれなんで倒れないんだろう。そういう風にできてんだろうな。すごかったっす。さあエアロスパイダーね、最高に面白い。皆さんおすすめ、でもう一個だけね、私が今日やりたいと言っていた企画、題してほめほめスワン。ほおおおおお。前回はね、残っちゃった方の悪口をみんなで観覧車で言うというね、悪口観覧車というね、企画ができましたが、今回は逆、残った人のことを全力で褒めちゃおうというね、ポジティブな、一番勝ちの人のことを褒めて4人でスワンに乗るという企画になっております。はい、最初グーじゃんけんぽい。おお、一人勝ち。やべえやべえ。褒められてやらせかのような、すごい。じゃあ今回はケンタブリトニコとみんなで褒め褒めスワン。おーおー、褒めてきてね。さよなら。褒め褒めスワンのコーナーですけど、皆さんどうですか。ケンタブリトニー君、なんかよくしてもらったこととかあるんですか。
いやもうそれはもう、ゲンさん、もういっぱいありすぎて素晴らしい人ですよ、実は。だってさ、マリコとショーラーって結構さ、プライベートでもさ、いやもう素晴らしいですよ、遊んだりとかさ、結構してるわけじゃないですか。全然出てこないやん。じゃあ逆に、はい、やっぱ一番付き合い長いのイッチーさん。あ、私ですか。そうですね、まあ基本的にはないじゃないか。悪いことばっか思いついちゃうんだよな。むしろだってショーなんてだいぶおごってもらったりさ、うん、お家止めてもらったりしてんだから、褒めるタイミングがあるとしたら今だよ。ここでここだよね。でかい。あと実家が団地。ちょっと待ってどういうことですか。マリオからないんですか。仲いいじゃないですか。君たち一番よく LINE してるじゃないですか。油断した調査。こんなに出ない。あとま、ま、マリブが、マリブが真っ白い人になっちゃってる。本当だ、真っ白だ。マリブが宇宙人みたいになっちゃって。真っ白。宇宙人みたいになっちゃって。つまんなすぎて天に召されようとしてる。ねえ、彼も35歳、もう業界も10年、ねえ、みんなからねえ面白いと一応言われて慕われて生きてきたけど、もっと褒めるとこいっぱいあると思うんだけどな。まあ結論、でかいって人ですね。そうだね。あの寒いから戻ろう。健康になっちゃって。健康だよ。健康さん。健康になっちゃって。聞こえてる？ああ、痛い痛い。あ、びっくりした。服脱いでした。はい。時間足りる？いやもっと。まだ行ける。まだ行ける。もっとないなった。意外とみんな思ってって言えなかったことあんだなと思って。溢れちゃう。うん。バリクズ名古屋初上陸。まあここがね、錦飲み屋街ですよね。錦三丁目、まあ略して金三というとこでございますよ。手羽先かな。名古屋の有名なね、手羽先食べるところに来ました。それでは、名古屋バリクズの乾杯。乾杯。はい。うまいんだ、またな。手羽先。翔くんはザ手羽先の食い方知ってるんですか。知ってます。ここの表に書いてあるやつ。ちょっと ご披露していただいて。わかりました。綺麗に食べて、先月のギャラを用意してください。お、うお。あ、綺麗。あ、そうやって食べるんだ。すげー。ステーキ食べんだよね。焼きま。うん。あ、そうですそうですそうです。めっちゃうまいです。うん。結構綺麗だね。天才かもしんないです。なんでだって。天才かもしんない。手羽先食う天才。まあ美味しい。ほいで明日、で明日何を使うってことなんですけど、まずは、お小遣いの。調査ということで、ちっちゃい方が、はい、6000円。おう、うん、こっからですよね、ほんまは。でっかい方が1、2、3、4、5。え、お、お、6、お、うそ、7、え、まだ止まんない。8、大台に届く。9、いく、10、大台、11、11万円。ピンピン6。じゃあジャスティン。あ、そうだ、俺。え？あ、そうだ、俺。1万あると思ったのに。うわ、出ました。殿下の方向、野口短期。じゃあ合わせて117,000。117,000。そうね、合わせてな。ピンピン7。だ、好きな台打つモードなの か勝ち行くモードなのかってことで。確かに確かに。勝ち行くモードだったら新台とかってどうなのっていう。まあ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 、うん。ちなみになんですけど、この番組のねテーマとなってます、プラス25,000枚。明日ね、あのクリアの可能性があるんで、しっかり下前調べました、はい、ありがとうございます。2万958枚プラスでございます。
4042枚で達成でございます。ありえるな。もうなんか気分でいいんかなっていう。もう思い切って振ってったらいいんじゃない、自分たちの打ちたい台を。しかないですよね。うん、じゃあ明日は出たとこ勝負ということで。そうっすね、はい、その明日打ち手台を打つ、うん、本能に従いましょう。ちょっと、まあ、抽選もあるからね、呼んでるみたいな、うんうん、OK、 じゃあ明日出たとこ勝負でアスプレッソ4042枚を達成して、2万5000枚、ご褒美まであともう一歩でございます皆さん。はい、あの沖縄の分の DM があったじゃないですか。あった、あったプレゼントとかじゃないですか。あった、懐かしい。県がオカリナをね、オカリナと清水、はい、清水をそうだそうだ出したやつがあるんですけど、300は超えてます。どういう風に選んだらこういうのいいんだろうね。紙を作ってもうガラガラがこうやってやるしかないですよね。次回あの僕なんかその抽選システムみたいなやつ作ってきます、うん、あ、いいっすか。ちょっと、はい、箱と紙だと思う、はい、感じ。それでやってあの選びたいと思います。実はお年明けに、はい、事件というか事件、1月ちょっとした成人式あったじゃないですか。あー、1月14とか13とかその日に女の子と歩いたんです、2人。はいはいはい。そしたら成人式のいかつい兄ちゃんというか、あなんかその人らに思いっきり肩ぶつけられて、俺バーンっつってバーンやられて、うん、俺も女の子いるじゃないですか、はいはい、格好つけて「なんだおい」って言っちゃったんですよ。おお、ああみたいな言われてそうだそうだ。でも俺喧嘩弱いじゃないですか。僕は二十歳だけどね。そう、マジ怖い、もう最悪、なんでおいとか言っちゃったんだよと思って、で女の子に「ちょっとごめん、先駅行ってて」っつって。いいね、行っててっつって、でちょっと話し合おうっつって村、うん、の方連れてったんですよ。おもうそこで「てめえ舐めてんのかよ」とか言われてきて、二十歳いね、年上ぞっつって、うん、ガッて来たわけですよ、うん、なんだお前舐めてんのかって言われて、うん、話すよっつって俺土下座したんですよ。すぐ女の子いるからタコつけてごめんねっつって言ったんですよ、うん、もう絶対喧嘩しても勝てないと思ったら超でかいし、うん、そうね、はい、しょうがない。お前じゃあ財布出してみようって言われてジャンプしてみる、ジャンプしてみる、見したらなんでてめえ札入ってるんだよもういいわっつって、気をつけろてめえ調子乗んなよっつって二十歳にで女の子にごめんちょっと待たせたわっつって、いやちょっと行かせて、ちょっとやってきたわ、入れてきたわ、女の子の前だよね。そう、あ、すごいね、やっぱちゃんと言ってあげたんだねって。あ、まあねとか言ってやっぱさ、年下じゃん、ああいう時期もあるよねとか言って、一応女の子の前で一応格好をつけてね、格ぶれでしょ、キズぶれなんで言うんだよ、じゃあ女の子いたら格好つけちゃう、やっぱそうなんのかな、逆じゃないですか、普通、うん、その普段行くとこでもそうだね、私がいるからそう行かないって、揉めんの面倒くさいからね、真逆なんだね、そこがね。そう、ちょっと行っといてって気に入って。一個整理したいのが、お札もなく女の子と遊ぶって。向こうのお札もなく女の子と遊ぶな。あ、なるほど、ごめんなさい。いや、翔くんいいの持ってる、すごい好き、そういうのマジやったんすよ、マジ最高に好き。ダメ、成人式も大人になろう、みんな、ほんと俺も大人になる、もうおいとか言わない。どうにもならんことってあるよな。俺もあの、近況で言うと今年あの、正式に家で漏らしたんですよ。ああ、正式にね。正式にピザをL サイズ頼んで、で前の日ちょっと飲みすぎてたんで、うんうんうん、まあ来る間にもちょっとね回復するしとか思ってたんですけど、そうピンポーンって来て「はーい」って言って玄関まで向かう時に、あれおかしいと思って振り返ったら、タタタタタンって、いやケツマジしてる、ケツタタタタンって出てて、走ってブリッとこの間ね。でももういるわけよ、もうピザの人は。いやいや、でも開けたらヤバいじゃん。まだですって、もうおぼろだよ。ズドン、縦カットいいんだよ、縦カットいいんだよ、あれは横だけど。まだです、まだです。急いで片付けて、きつちょっとなんか前の日飲みすぎてたんだよね。てんてんてんとかもう出てたってことでしょ。あの人の神経ないの。いや多分飲み疲れとかの時にないんですよ。ないの。
あのサムさんなし。あ、サムさんね、よく言うてるよね。うんこ漏らした演者にカツアゲされたないか。いいの持ってんじゃん。そんな実践。いいの持ってるじゃん、もう。いいなぁ。高校生楽しかった、本当に。お疲れ様。あっ、やってない、やってない。あっ、来ました。あの、2件。おそのチームは、顔出しができない。後ろ向きでもダメですかって聞いたら、そこから帰ってこなかった。顔出し NG だったら、そのこっちもその収録は無理です。ただ、普通にここまで行きます。普通のゴッコン何だよ。わかりました、ゴッコンしましょう。ゴッコンしてないですね。やった。みんなの日記合わせますか。なんでお前が一番乗り切るの。酒物まで嫁探してるから。その時はその時はちょっと違うよ。だったらもう分かった。だからケンタブリトリーとお見合いしてもいいって方をこう募集するってどうですか。知りたい知りたい知りたい。で、僕らも全面バックアップ再生。まずお友達からお見合い、まあ、それはもちろんお見合いしてもいいという方は、ね、翔太君に DM。 翔太君に DM。 やっぱ翔太君なんだな、そこはね、ちゃんとね。顔出しできなくてもいいです。それはちょっと日本庭園みたいなところでカコンとかなってるところで果樹園とかケンさんとその人を、そうで、その人側から撮ればその人顔映んないからね。本気と思ったら僕たちがちゃんとそれセッティングして真剣に、あの、翔太君お遊びじゃなく真剣に。もしさ、ケンタブリトリー、いやー、あるいい来た、よかった。あの、口が臭くても OK な人ですよ。あの、今日もすんげえ臭いですから。本当に仕上がってますから。本当に心折れた顔した今。それでも来たらボサだよ。いいじゃん。でも知っといた方がいいですよね。でも口臭はその私がケアしてあげるとかっていう人も、ね、いい優しいじゃないですか。ケアはできません。病気です。あと、あの、浮気もします。あの、基本紐です。普段はゲームしかしてません。仕事もそんなしません。ちょっと、いや、でも世の中にはそういう人も好きっていう人絶対いますから。本当に恋愛してほしい。だって今までさ、適当にさ、なんかそのおっぱいでかくてただやれるさ、やりまの風俗とかさ付き合ってたわけだから、ちゃんと恋愛してほしい。そこは真面目に3年してないもん。バックアップ全員で。もちろん僕らはしっかりと。いやー、これ見たいな。全員でバックアップ見たい。ケンさんが全員として。いや、俺が見たいのは翔太君どんな感じ。ゼロです。ちょっと完封みたいね。で、まあ3発ぐらいからとして3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、年内年内完封っていう。その年内完封まだ来てない。パーフェクトピッチングみたいで一人は来てほしいな。そうだね、一人くればまあ誰も。いや、俺も一人が使える誰かしかないから見たいっすもん、やっぱり。いいな、ガジュエンとかやりたいな。ガジュエン、ガジュエン。こういうのが可愛いって人がいるんですよ。可愛い、ケンタブリトリーさん可愛い、言い間違えっつって。お見合いの最終チェックが講習チェックですよ。いろんな話をして、職業、年収とか言い合って、はい、最後の最後にやるのが。分かった分かった。僕とお付き合いしてくださいっていうのをこの距離で。耐えれるか。それ OK なら入れるですよ。ちゃんとそこは、そんな変なの抜きで。速倒するかもしれない。即倒れるとか言って、速倒で。入れる。こういう風に話してる瞬間が一番楽しいかもしれない。本当だよ、確かにそうかも。まあ、それでもそうだけど、明日勝つとかって言いながら飲んでるのが一番楽しい。楽しい。いや、楽しい。ケンタ、ノーノー、ブリトリトリ。あれ変わる。また変わる。ノーかけるノー。ノーかけるノー。さあ、始まりました。バリクズマンユーティー実践編。おはようございます、シャープ29。おはようございます、いやー、もうかれこれ30回ですよ。いやー、そうっすね、思えば1話目も、愛知県。確かに、30回前にしたこの大事な一戦も、そうっすね、愛知県ということで、もう節目はね、全部愛知県。そうっすね。
今日は元気な寒さにやられちゃってるからあのこのジャケット寒いっすよ。そうそう、あれねダウンと見せかけてねあの羽毛入ってないんで。そうですよ、何入ってんだっけ。タンポポです。タンポポのタンポポの綿毛が入ってる。そうそう、たまに耳の中に入って聞こえなくなっちゃうっていう面接行ってるっていう話だったんですけど、はいはいはい、バイトのね。そうなんですよ。そう、あんま1個の時喋れてなかったんで、はいはい、景気づけに現状の方報告していただいてもいいですか。バイト、はい、失礼いたします。私報告させていただきます、はい、私今日はバイト6個落ちました。前回2個だったんですけど、その後4個落ちたんだね。落ちた、うん、重ねて。いやだからもうこの業界からもう一般社会からもう阻害されてるからね。いらないと、君のことなのいらん。そういうとこも含めて今日はね受け入れてもらえるといいねっていう。うん、そのために頑張りますよ僕も今日、うん、何を狙いますかと。はい、言うとこなんですけど、入ってから決めればいいんじゃね、うん、っていうね。はい、その気持ちは今も変わっておりません、うんうん、ただ翔くんはあの1000円しか持ってないから。そうだからもう野口に全てを委ねようダウジング的な感じで。そうですそうです、野口ダウジングですよ。ビロ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 。そうそうそう、一パチのアバウトでしょ。あいつね、あれっす。いやモデル権がね、恥ずかしいや、恥ずかしいや。御年35歳で、ただ昨日なんか何かのね魔力で口臭くないっていう夜。そうそうそう、あーあれ口臭くそうナイナイトでしたね。朝一回チェック、あー朝チェック、じゃあ一回チェックお願いします、はい、朝は仕上がってるぞ、まあまあ、昨日のカテキンが残ってるかもしれないから。そうそう、なんかいいお茶だったんですよ、うん、あれあれ二人とも一気に、はい、臭くない。おカテキン、おどっちマリブが具合悪くなっちゃったけど今ので。いや臭くはないですよ、臭くはないですけど咳が止まんなくなりました。じゃあそういう効力がね、はい、ありますけども。匂いはなくなりましたけどちょっと具合の方がね、よくわかんないんです、なんかそれはお薬飲んで治そう、はい、実践の方に悪影響が出ないようにね祈りながら、それでは実践の方行ってみたいと思います。えいっす。おはようございます。はい、ショーと仲良く連番連番でした。角の絆とかあるよ。行っちゃう角絆でも、あのキッズの方曰く置き時が前立腺、はいはい、なるほど、置き時前立腺ならありですよね。ありです。朝は野口ダウジング野口ダウジング。すいません、すいません、めっちゃ変な目で見られたやんけ。君はここかな。違うね、あ違う、違うって言ってるわ。野口ダウジン、野口ダウジン、おお、グレキ、グレキ、これかな。ここでいいのかい。いいらしい。あ、いいらしいですか。いいらしい。へえ、やっぱ名古屋の人は時々打ち慣れてるな、やっぱ。そうっすね、さっさっさ移動して、うん、もうゼロ台ないか。もうチャンスモードとか全部見られちゃいましたね、うん、はいはい、というわけで私の方もゼロゲームから、まずはそのね設定変更時の3分の1を積もってるかどうかっていう戦いになると思うんですけど、うん、もう1ゲーム目を回す前からね、やっぱボムがあったんで。いえいえ、それを思ってちょっと気を使おうと思ったんだけど、はい、間に合わんって。おそらく漏れるなと。あ、なるほど、任せてください。これが、3分の1なら大丈夫なんで。早めの当たりとはなってない。あ、こうなるとね、やっぱもし仮にこれがその3分の1じゃないとするなら、おお、いたんじゃないこれ。これは3分の1じゃないかな。26ゲーム、はい、投資が2000円。ナイス、うん、OK、 ナイスイン。231枚、結構レア。いやー、鬼。さあ、こっからですよ。そのまんま天国行ってる可能性もなくはない。そうっすね。ここ次ゲーム32です。左だけ。はい、そんなわけもなく、まあまあまあ、セオリー通り、はい、B なんじゃないかなと思いながら打っていきたいと思います。翔くんのことかっこいいでしょ。もう少数ですからね、お姉さん。お姉さん方だけでもだから最後に見とってあげてくださいね。間もなくいなくなるんです。確かにね、っていう話をね、朝ね
並んでる時にね。いやいや面白いし、後で放送見てさ、マジかってなるよ。おいしょ、74ゲーム早い。これは飛ばしたか、テンパイオンなってほしい。あ、ビッグカー、えい、よ、早い早い。74ゲーム200枚超え。さあ、ここからなんだ。この32ゲームをやるためだけにオキドキ言ってるから、基本的には、うん、ここはありますよね。ここは完全にあります、完全にあります、半分以上あります、うん、だからもう32光るかどうかじゃなくて、もうそれ光った後落とさないことをイメージしてぐらいの感じで ね、うん、そうね、その先の花まで射止めていく、うん、おっしゃ、パネルショート、次回天国以上確定。いた、飛んでた上にビッグで、次回天国、完璧な、完璧な、お気づきの朝の完璧なやつですね。ノグチサウジングの結果、グレートキングハラハラ、はい、短期いきます、お願いします。1ゲームトス、おー、惜しいね、惜しいよ、あと4枚これと5枚、うんうん、ベルは、なんでなん、あいえ、はい、失敗、移動考えます。そうですね、はい、久しぶりに番長行くか。あー、そうですね、僕の採用通知の内容を見せたら携帯でこう、はい、メールをね貸してくれるんじゃないか説。一つ心配なのはショーどうなってんだっていう。ただ ねおかわりしてこないってことは、そうそうそう、で順調なんじゃないの、あいつって1000円1本で今戦ってる、うんうんうん、って言ったらあのバイト落ちた時の連絡大人な対応だな。じゃあ大喜利、大喜利をね、やりますよ、やります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 。じゃあまた大喜利チャンスもらえたんでいきます。さあ、翔くんの持ち金がなくなったということで、はい、これの大喜利コーナーでございます。いくぜ、それなくなるよ、1枚しかないんだから。じゃあ今回のお題がこちらでございます。はい、来た、とあるお店ではめちゃくちゃ人が集まってると、あるお店で大ヒットした全6以上に人が集まる全〇〇、よし、こちら何ですかというお題でございます。わかりました、これはいいお題ですね。できました、早い、早くない、自信あり、早くないですか。まあ球大点かな。じゃあ誰がやりましょうか。僕がジャッジしましょうか。オーケー、僕が出したんで。わかりました、じゃあお願いします。全6以上に人が集まると噂の全〇〇、さて何でしょう。それは絶望キーですね何書こうとしたの最初。ヤンキーです。ヤンキー違う違う違う、どういう意味違う違う、全ヤンキーってこと。ああ、全ヤンキーやったら盛り上がるじゃないですか。ああ、こういう大喜利はあんま見たくないんで1万円あげます。あ、企画が変わっちゃう、惨めなやつだ企画の性能がすげえいいお題だったけどな。うん、でもあ、まあね、新大戦争全ツッパね、全ツッパ、ありがとうございます。なるほどね、実戦の方は今展開いいから、はい、なんかもう光ってますよね。俺次回天国確定してるから。そう、え、何があったんですか。チャンスから B 刺して、いきなりチャンス B 天国っていう、あの王道の、王道の、うー、完璧なんでね、うん、あとはショックが頑張って OK です。うん、はい、で僕もまあなんでこれでなんとかしてください。ああ、簡単です、はい、はい、揃えもんすよ。じゃあこれでいきましょう。おい、この台が本当に天国に連れてってくれるように。さあ、落とさない作業、ええ、はい、これは落ちてないやつだと思います。通常点滅、レグだったらやばい、やばい、大丈夫っす、大丈夫大丈夫、私も経験上レギュラーで落ちるんで。レギュラーで落ちるってことですよね。いや、そこまでじゃないっすよ。さあ、落ちてるかどうかを確かめる作業と。レギュラーはさよならないんじゃないよと。いや、大丈夫だと思いますよ。今日払拭しますよ、そのレギュ落ちるこの記憶。お願いしますよ、はい、31、うわー、落ちてる、はい、一発落ち、今日滑る4回目、こっちの調子はいいけど、どうしよう、難しいよね、引き戻しかどうかだけ見るか。はい、じゃあ久しぶりですね、番長3。一応前日一番回数ついていただいて、まあリセットっぽかったら、まあ対決、初回対決取れたらいいなってことで。マジ半端ねえ。あ、お、
あのチェリーでいった可能性あり。強いね。あー行っちゃった ね。さっきの MB チェリーかな。初回対決来たよ、はい、だ。惜しい。ああどっち。これでも取ったらドラマだね。いやそうですね、初回対決負けのシャッター動きの惜しかったね。はい、37で割れた。さあ特訓いくかどうか。はい、のりおちゃん。お、あー惜しいね。あー惜しい、ベルこぼした。あーくそ。よし、しかも直特訓かなり熱い。お、あっつー、モノトル。はい、モノタモノタ、完全モノタ。あーこれあれパターンですね。はい、オッケー、はい、ミサオちゃんパターンですね。4000円、そうね。叩きジャーニーよ。やべえ、249ゲームなんですけど投資4本です。おーすごい。勝つ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 、いける。よし、おー、まあ、2ゲームやからね。あそこだ。80%。おーしょいや3日目で勝てばいいから。ボタン、あーあー嫌い。あーまあね、なんか設定さなし。はい、2連の216枚ですね。あとはこういうところでうっかりチェリーヒット、うっかりスイカヒット、あーいいですね、やると、あ、もしかしたらちょっと上あるかもっていう。中古価格がめちゃくちゃ伸びてるとかってあれ出てから。おお、スイカヒットきた。84ゲーム言ったそばからスイカヒットきた。ってことはこれ天国もう一回行くのもちょっと期待できる。これ多分引き戻しのスイカヒットじゃないですか。引き戻しからのスイカヒットだとするならば 30% で天国行ってるんじゃないかというところでございます。簡単なお仕事ですね。マリブス好きに 30% 渡しちゃったら、ああまあ、うん、150% っす、うん、7割は外れんだから。32ゲームでございます。はい、だー32ゲーム上がってなかった。まあまあまあ、ただ B にいる可能性がものすごい高いんで、はい、打ち続けたいと思います。さあ箱下ろしますよ、つかの間の箱ライフ。あー飲まれてしまいました。追加投資シュガンチェリー引きそうな気がする。マジで？はい、見たい。おお、帰ってきたタイミングで。ほう、ビール固まってねえじゃねえかって言おうと思ったら、すいません、固めるのだけ間違えました。ちゃんといいタイミングでしたね。323ゲーム追加投資あって、今回の投資全部で6000円と。おお、追加4000円に済みましたね。あかん、ここは上がっててほしい。これは上がってないと結構きついね。そうなんですよ、そもそもスイカから B じゃなくてスイカから A っていう振り分けもね、あるんで、そっち引いちゃってんじゃないのっていう。32、はい、光らず、はい、長い旅が始まります。あ、いた。38ゲームこれ割れるかどうか。いや、ね、割れないよね。引き戻し特訓だ。ああ。特に何もなかったけど。どう？うわ。はい、注意対決ね。まあ、勝ってはないと思う、さすがに。よっしゃ。うまい。ここから押す。中でしょう。一から止まれ。おお。ワンチャンある。ああ。もう詰める。もう詰めるだな。いやー。いいよ、ちゃんと取る。しかも外れ。勝ってるよ、勝ってる。
メルコビッチ。おそらく共通目ですね、56ゲーム左左余裕うわー、いってー、裏モードいったな、これよし、おうシュッと入った。早いゲーム数やから長くなることあるかも、全長対決後から始まったとしても、あーでもちょうどいけないか、3、4、5、あ、いくよね。お前さっき俺の弁当食いやがって追加されたやかな。よし、あ、よし、あー、これが楽しいんだよな。あー、うん、わなし、おー、バー場内止まる、あー、惜しい、あー、勝って、よし、よっしゃ、よっしゃ、赤ボタン、カモン、あー、よしよし、この流れよな、この、こぎ出した、こぎ出した、動き出した、歯車が、あれ、え、え、青、俺絶対赤やと思った、赤になったけど、青かもしんない、ちょっと待ってね、すげえデメじゃない、え、あ、オーバー、オーバー、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、僕も絶対まあ赤ななだろうと思ってなっちゃいました、あの一発の方、ごめんなさい、パネルも消えちゃう、あー厳しい、1、2、3、あー、まあまあ、しゃあない、しゃあない。死ぬほどビビった、あ、あマジで死ぬ、あるかも、まだ、あー、荒れちゃった、3日目いかねえかな、あー、ループは2回ともなかったね、はい、2連の546枚、枚数いきすぎっすね、あ、ないね、あ、お追加の時間ですね、2枚目、耐えてきましたけれども、ここで2枚目追加とさせていただきます。なんかバリクズの T シャツ作るんだったら、うん、バリクズの動画中に出た単語とかをやりたいですね、名言っぽいこと、なんでしょうね、名言って言うと、この螺旋から降りるとか、螺旋ゴリラとか、螺旋ゴリラね、ドブーズ、あー、なんだろうな、あー、まあ、蛇口をちょいちょいちょいとかでもいいですし、ちょいちょいちょい、野口短期、もうない、もうない、いやー、ハマっちゃったな、ちょっと1000枚入っちゃいましたね、まあ、ちょっとだけどね、まあ、お気づきに乗ってる400ゲームは。3枚目、うーん、まあ、割と私はね、街の体勢なんで、うまい、スイカ当て、うまい、これは上がったでしょ、スイカでモード B ぐらいいってんじゃねえのってところでのスイカでの当たりなんで、その先ですから、ここはもうドキドキすら視野に、光ることは前提ですから、はい、ここはスイカだし2回してんすから、これ飛ばなかったらマジで多分 A だよ確かに。32ゲームです、次、そりゃそうだな、いやー難しい、んー、どうするかだな、189ゲーム、たくん、あー、ここら辺だし、
今 MB チェリー中の前兆中なんで、はい、これで兄弟決に行くと思いたい。はい、あれあれ絶対1個は上に上がるんですよっけ。いや上がんない、確定じゃない。ああ中対決も選ばれてたらかなりの確率で兄弟決行ってるはず、はい、ここあー今あ大相撲ね。あま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 あ大チャンス。さっき右で外したんよ、もう一回右。あー嘘だろよし、あネジ込め。勝ったね、勝ったね、はい、よし OK。 208ゲーム。いやーどうすかね。お弁当食べた。あーそうだね、6連の500ちょいかな、6角、6連の525枚。マジで辛かったんだけどあのラーメンマジでツイッター見てくれちゃうと分かると思うんですけど、その最初僕がなんか手洗、マネビさんとちょっと手洗ってきますっつって出たんですよ、はい、そしたらよあの鬼野郎だよ、あの鬼野郎マジで、はい、え普通だよとか言ってその辛さ増しなやつを頼んでて、ね、今ね腹でね暴れてるちょっと。マジ体調悪いんですけど、マリちゃんごめんね、ごめんごめん、本当にやばいっすよ、ごめんなさい。そんな、そんな辛いと思わなかった。どっかのねバカが勝手に辛さ増してたっていう話をツイッターに載せててその後見るわけですよこっちはツイッターを、そうですね。いやその後が大変ですよマジで、マジで今腹痛いですから。まあ元気を出していきましょう。それ俺が言うなら分かりますけどそう俺が言うセリフですよいやもうトラウマっすよマジで。マジで見せに、おいナイスヒットイエーイ。全てを消されるタイミングのよかった、深くなりすぎずに29,000。あーもうよかったよかった、もうこれで天国入れて終わろう。左中、うおお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 お辛味噌パワーでしょこれ。辛味噌パワーじゃねえわふざけんなさあ何でしょう役は。ああなるほど、確定落ちえり、とりあえずはよかった、素晴らしい。いやこれ上がってるかもって状況で、なんでだってこれ天国モードに上がってた場合だと、うん、さらにもう一回抽選してもらえる、昇格の抽選もしてますんでね、うん、よかったよかった。ドキドキの可能性がある、うん、だからとりあえずはまあ光ると、光り方にも注目。特点滅。おお、高速。これはもう天国以上はもう濃厚。よかったよかった。とりあえずある程度まではまくってくれるかなと。ドキドキまである。手は入りました。頼んますよ。マジでこれでまくったら、市川さんを許す。頼む、かなちゃん。32ゲーム目です。うわなかなかだ、ずっと A だったんだ、なかなか。そうか、まあまあ、うん、いやー301ゲーム得点やべえなー、中対決ぐらい欲しいけど。あーそうか、勝ってるでしょ、ダメでしょ。あーあー勝ってる勝ってる、チェリー、あー違う、いい決め率で、すごーい。まあこれはイコールリプレイ的なやつだと思うけど、はい、OK、 やっぱ勝ってたね。いやーさすがうまいっすね、おそらくさっきの20番取ってた。322ゲーム、これなら全然いいね、はい、今日初の単発かな、惜しい。110枚っすね、
中対決やったらラッキーぐらいかな。 MB でラグビーがいいな。あ、ラグビーだ。ゴー、よし、あー、うまー、やべ、やばい。ちょっと白なのが怖いけどね、はい、大丈夫だよね。あー、大丈夫だよね。さすがに大丈夫だよね。じゃあ次、絶好調。あれ、誰もついてる。もう一回引いちゃう。あ、大丈夫。いや、さすがにね。いやー、びっくりした。びっくりした。これは弁当だね。38ゲームエアリティ1ゲーム弁当、天才的だったね。いいよ、チャッピーはいいよ。はい、 MB でいい。そうそうそう、うまい。あー、そこはラグビー。よし、はい、OK、勝った。はい、勝った。負けろ。はい、OK、OK。 あー、お前負け負けんな、マジで。お前今、お前負けろったら負けたねえかよ。さっきも油断してて、そのご遊郭とか落としたじゃないですか。ご遊郭じゃねえ。もう効かない。おい、どうしよう。チャンスチェリー。おい、切れないじゃないかよ。いや、そう、怒ったとこ切れねえじゃねえかよ。これ綺麗じゃない。うわ、綺麗。なんて言うんだろう、この絵、この、はい、これが綺麗なの、好きなんだよ、すごい。なんでこれ終わった後にね、確定対決出てくるはず。いきます。うまっ。言ったやん、バドミントン得意って。うまっ。負けね。うまっ。オーバーキル。チャンス手に引いて勝って。嘘です。よし。あー、これでプーンっつったらね、熱かったんだけど。皆さんだけにこの赤いボタンをお見せしましょう。いや、これはいい流れ。全然あってもおかしくない。いや、全然ある、全然ある、全然ある。いきます。あー、惜しいなー、惜しい。いや、流れは来てるね。始まったよ。あー、赤なーな。あー、これ中にチャンスチェリーだったらなって思ったら、まあ欲張りすぎやけどね。さすがにね。スイカ、スイカ確定チェリーで上がらない。おお、早い。42。42。ここはだって B 角ですからね、今。頼んます。高速全滅してもなんで。頼んます。ほぼ B 角。上がっててくれよ。ここで上がってなかったらきついよな。また追うしかなくなるからな。よーし、上がってた。よし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 。次回もいい音。ホッキー、いい音ですね。ついに上がりました。うん、おお、いった、いった、いった。マリメイって言った通り引きました。ドキってる、ドキってる。素晴らしい。 B から、からちゃん空気読んでくれた。いいからのドキドキだー。オッケー、すげえ。しかもやったチェリーで刺した。 1% やりましたね。刺しました。エパーラスティングラブ流れました。久しぶり、ありがとう、からちゃん。素晴らしい。いやー、これから味噌パワーかなあるよね。うん、いや、ちょっとお礼言わなきゃいけないかもしれない。ちさん、なんかまくってから、うん、まくってない。これでまくんないで怒られるの嫌だもん俺。まくんなかったらもう神奈川までネチネチ。ここからまくるかまくるか厳しいじゃない。80パループ頼むよ、かなちゃん。そうですね、これ落とさないようにいきます。あー、いいね。もう突きっぱってのがまたいいです。よっ、まくろ。あとかなついちゃうとやばいっすよね。まあでもここでつく分にはまだ大丈夫、分には大丈夫かな。うん、ポキン。オッケーオッケー、ビッグならオッケー。よーし、これで1000枚超えますね。よかった、やった。これでほぼほぼちょい負けぐらいまではもう戻ってますからね。油断せず。さあ、スーパー落とさない作業。え、これマジで。おお、
ただただハマった。ただただハマった。言ってたやつ。やばい。言ってたやつ。こうなると増えねえって言ってたやつ。よかった。もう大丈夫。安全圏のことなのに。でここでワンビッグ。ワンビッグでほぼプラス行き。孫子の代までネチネチの系。子供に謝りたい。ちょっとラストですよ。うわマジでドキドキ。終わっちゃった。どうしますこれ。ちょっと鈴木ちょっとちょっと移動先の台見てきていいですか。うん、そうですね。引き戻しで早めに戻せればちょっと上乗せ狙えるかなと思ったんですけど、もういいかな。えおう今日詰めるしいいかな。もしくは内部的に青になった可能性もある。完璧で、この後チャンスイレブンの確定対決が出てきます。あーこれなかなかいい絵よ。わかる10ゲームはい、結構長いですね。全長10ゲームだから確定対決なの。ああーもう対決いかないパターンだったね。これちょっと期待したいね。珍しい。うん、落ちた瞬間おじいちゃん出てくるかもしれないよ。いくよ。全然あるよ。いいっすか。はい。あーそうか。もう次はね、もう抽選終わってるんでチャンスパターン あるかも。これあるよ。ここだ。さあ、お取ってる。他も 80% と思ってればたらく。あー弱い弱い。弱い。まあ 50% だったかな。 25% かね。いやそうですね。強いね。あこっちか。これ始まるね。急ごう。やばいやばいやばい、もう始まっちゃうこれ、はい、うわいいわー。おあっち、天才、はい、OK、はい勝ち。うまい、はい、うまい。こんなんじゃ終わらせないよジャスティンは。見よるよ。ほらよーしこっちオーバーキルです。さあ色注目、色赤ボタン、赤ボタン 80%。 おーダンク。あーあーダメ。よっしゃー、ほらーレインボーかも。あーくそー、あーかー。おいおお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 お。今のびっくりの仕方ダサすぎん俺。めっちゃ恥ずかしいよこれ。なんか乗らないでよかった今。ああ弱いね。いいラストかな。ああ終わりこれ。はい、7連の979枚。あー終わりか。終わりだね。終わりだねこれ。うん、あーこれはダメだね。この外れ目3発でここが当たってること、祈る祈る。じゃあ、対決連もなくお時間の方が来たということで、僕の実戦はこれ終了したいと思います。おそらく偶数挙動で、チャンスにも出てるんで4以上あったんじゃないかなと僕の中で思ってますね。まあ見てくれた方は分かると思うんですけど、快勝です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、次なる台が見つかりましたというか、イッチーさんが見つけてくれた台でございます。かなな、137分の1ビッグ14のレギュラー10と。おお特殊点滅、きれい、青のビッグくん、きれい、ありがとう花々。
ナイスイン、247ゲームこれでなんとかやれる。ナイスイン、いいの出た。いやーよかったっすね。おいおお167頼む、ピック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 、ピック、ううえぐなー。保育園入ると本日2名インフルエンザ、おっと保育園の話してたらインフルエンザ回したら30ゲームビクーもます頼む。あー3時ジャスト、はい、実戦終了時間となりました。微妙なところです、うん、そんなに使いはね増えなかったんですけど、まあ、あとはねショーのね、そうですね、結果次第ということで、たまには翔くんが爆発的にね、うん、助けてくれるんじゃないかと思いつつ、頼む、結果報告の方に移りたいと思います。お疲れ様でした。よっしゃ、さあバリクズバイゲーティングロジカでございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、本日はね、はい、プラス4000枚いけば、うん、クリアっていうね、回だったんですけども、歴史を目撃する瞬間になるかと思ったと思うんですけど、はい、残念ながら僕と翔が労働組合を結成するっていう瞬間を急に、そう、はい、そっちの方です、目撃していただくことになりました。皆さんには激辛料理ぶっ込まれて、あーえそんなのあった、あったわ、昼飯ですよ、ましたよ行き疲れてる、声が全然変わっちゃったって言われてるんですから、俺実践どころじゃないんですから、あー、まあ、とりあえずね勝ってるか負けてるか分かんないんで、あーそっか、とりあえず実践のね結果だけ言いますか、はい、え投資1363枚はい回収941枚あ422枚のマイナスと、おいしいです。いやこれラーメンなかったら勝ってましたよ。いやいやだって不自然なのこれはドキドキ、もう最低保証で抜けってもう不自然な、いやもう完全にねコンディションがおかしいんですよ。ちょっと待って、喉もちょっと待って、まあ、いやいやじゃあ結果はそっちを言ってからでしょう。投資の方が235枚はい、回収の方が1048枚で収支の方がプラス813枚おお、ということは2人の収支がですね、プラス391枚おめでとうございます。よっしゃー危ないよ、な危ない、ラーメンのおかげみたいになってるから、いやいや空気的にラーメンがなかったらもっといけたんすよこれ。いや今日ねその、まあ、ラーメン食べた後ワリブが今日ね、まあ、勝ってれば笑顔で帰れますけど行っちゃったの、ま、俺そう、あそうなんですか、負けた場合は孫子の代までネチネチするってこと。ああだから俺息子に謝る俺のせいでお前がずっとネチネチワリブっていうおじさんに言われるけどいいグラスになっちゃったからもうこれ許すしかないわ。いやすいませんね危ないですよ、マジ行かなかったっすよ俺。まあただ労働組合結成したんで、はい、次回からも正式にこう書面でクレームとか、ただ今回ストライクとか今回、はい、プラスになったんで、そうですね、クボンです。危ない危ない、はい、本当に危ないよもう。次回開催がまだ決まってないんですけれども、はい、おそらく次あたり達成になるんじゃないかなということで、そうですね、ありえますね一発で。今回はこの辺で失礼したいなと思います。はい、どうも今回もありがとうございました。すみません、さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。辛味噌最高。最高じゃないですよ。ちょっとちょっとやり直しましょうか。ちょっと今乗ってる。ああ言うとこだった今のは。最高だよ。こっちはこれだよ。ダンゴだ。ダンゴだよ。ほら団子会長。イエー会長。でもだでも。弱え弱えこの軍団。市川が謝るまで動かないぞ。謝れ謝れ。とにかく止めろもう止めろ。もういい止めろってなんだ。止めちゃダメ。もう止めろ。動かせ帰らねえぞ。もう止めろ。本当に止めた。Oh yeah.